アベマの高校生による青春恋愛リアリティショー、ヒョー、好きになりました。の参加者が20日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント、関西コレクション2024スプリング&サマー、以下、出席これに出演した、ヒョー好き、ユノックス、ら人気メンバー一同集結トップバッターに、卒業編2024に出演していた中島優音とケイト・アレックスが腕を組みながら登場し、会場からは大きな歓声が、頬に人差し指を当てたお揃いのポーズを決め、仲睦まじい姿を披露した。続いて同じ、卒業編2024、サラ・田中碧空&北島美咲が手をつないで登場し、顔を寄せて決めポーズ、チュンムン編に出演していた山口 AI& 柴田翔吾は、観客を前に柴田からキスし、大胆な愛情表現に黄色い悲鳴が上がった。最後は、朝顔編、卒業編2023に出演していた織田良夏と、卒業編2024インセブ島に出演中の寺島木咲が並んで登場し、愛嬌たっぷりにランウェイを歩いた。ヒョー好き、新シーズン放送中、ヒョー、好きになりました。シリーズは、恋の修学旅行をテーマとして、2泊3日のうちで巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。新シーズン、ヒョー、好きになりました。卒業編2024インセブ島、毎週月曜22時、が放送中。席これ、テーマは、I love entertainment、関西から世界へ、文化を発信し続ける、席これ。今回は、I love entertainment、をテーマに鈴木絵里、板野友美らモデル、万々歳、平成フラミンゴといったクリエイター、イエナ、DJ ソーダなどのグローバルゲストがランウェイを歩くほか、ヘブン、超特急、ノアラアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MC は朝日奈央と見取り図が担当。中山優馬がライブストリーミングの MC を務める。